山崎氏は、武家、家族だった、日本の氏族。大見国の一族。佐々木氏の一族で、山崎変野が、六角氏織田信長、豊臣秀吉に仕え、三田藩の領主に、その後着難の山崎家盛は、稲葉国赤佐藩へ。山崎家春が大幅画像転覆され、佐抜国丸亀藩へ。山崎春よりまで、丸亀藩藩主として三代続くが、 むつぐ断絶で改役となった。最後の藩主、山崎春よりの叔父である、山崎豊二が五千国分置されていたため、幕府から丘陵、備中国川上軍なりは五千国を与えられて、交代寄り愛として、明治維新まで続き、明治新政府の下で行われた石直しによって、なりは領は一万二千国との評価を受けて大名に昇格した。 後に男爵を授けられた。山崎長徳正蔵長徳は、山崎義家の老いと言われる。越前国の一族。赤松氏の一族で、山崎家父によれば、赤松乗村の子、赤松氏則の子孫の非善志望が、山城国山崎村に定住し孫名をもって生に、したと伝える。その七世の孫、長時に至って、越前に下り朝倉高陰に仕えた。 山崎義江など、朝倉氏と共に滅亡したが、生き残りの山崎長徳が、明智光秀、佐久間安静を経て、前田と品川に仕え、以後、子孫は、金沢藩前田氏の重臣として明治まで続いた。駿河国相模国の一族。藤原氏の一族で、室町末期に慶より海の武田や、駿河の今川家や日を受け家や。その後一族が、今川氏より、 駿河府中近郊に領地を与えられ、静岡で在京化し土着。秘語を受けていた、本家筋は今川氏の滅亡後、徳川氏の秘語へ。その後、ご北条氏滅亡後の後輩していた、三国屋地方奥地を老頭を率いて開発し移住。その地方の小田原藩の年貢を管理する王将屋に、一族は名前を変え、明党は山崎一党として、 周辺地域へ移住。薩摩国の一族。伊佐群、山崎里。大栄年間に、家道院思えの三男重道が山崎を領して、山崎氏と名乗ったと言われているが、家道院氏の没落とともにその地からいなくなる。家道院氏は、島津氏に敗れ大友氏を頼って、日向、文後へ。武蔵国の一族。小野聖横山等の一族。土佐国の一族。 門脇区下の流れ。戦国時代、京都から赤尾にあるいは、兵庫という人物が、土佐国秋郡室津村に落着。その子、山崎三家が、長我壁元地下港に従い、牧山郷山崎を漁師、その地の高瀬に従した。これ以後、山崎姓を名乗った。家門は丸に五本骨火の丸線。巻山山崎城をねじろとした。山へに、 大野志郎という弟がおり、逆さ川土井に従していた。山へは九人の男子を設け、各人が、旧戸佐山田町、覇張町、旧鏡町、高知市、佐川町などに開拓移住した。その長南現場進むと、伊尾総兵、伝兵衛は、天正十四年の栃木川の戦いで討ち死にした。彼らの名は、 おぶしゅうのぶちかきんただの週刊版に隠国されている。旧もので村山崎の塩集落に総本家があり、そこで先祖八万が祀られている。また、いざなぎ流神道の天の神様、三崎様を祀っている。山崎製パン株式会社の社名の山崎は子孫の山崎陽太郎氏に由来する。駿河国相模国の山崎氏とは、 無関係である。ありがとうございます。